不審制度を指す野田正美女僕の名前はクーパー。僕の一家はこの人工島の住居地区に住んでいた。昨日の夜、僕は部屋を出ました。受験勉強の熱さに気がついた。いや、本当はこんなものやめてやると励まさない自分に気がついたのかもしれない。この街を見下ろしたい。そう思った僕は、一人でシンボルタワービルの展望室に忍び込んだ。そこで偶然、窓の外に不思議な雪を見つけた。君だって毎晩参考書に向かってるのがうんざりだよ。ありがとう。ルージーに見つからないようにすぐ抜け出してきた甲斐があったわ。ここは僕と君の秘密の場所だよ。この雪はいつから降っているんでしょう。誰に見られるの。もう何年も何十年も。僕とリオコは窓ガラスに光をつけるようにしたんですが、僕の心の不思議な声を差し込み、以前の雪をゆっくり降り続けた。ずっと見ていると、なんだかこっちの体の方が雪に残っていくみたい。雪以外は、こんなものだ。やっぱり気のせいだったのか。待って、あれじゃない。どこ？左の上の方。こっちにもあるわ。布の切れ端みたいなものが舞っている。ちょっと待ってくれ。あっちに浮かんでるわ。あれは何？丸くて透き通ってる。その時、僕とリオコの目の前に半透明なボールのようなものがゆっくりと揺らめて残り。海の体みたい。僕は雪降り
く走りました。それと同じことを時々考えるんだ。ただし、僕の場合は不安になるんだ。そうよね。私だって不安だわ。それで、不安になった時に